はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。実家に来てます。雑然としてますね。そして落ち着きますね。今回はちょっとタイトルね、なかなかどぎついこと書かせていただいたんですけれども、独学でネット物販をやってる方に、どちらかというとお願いなんですね。っていうのも、正直ネット物販の、我々発信者もそうなんですけれども、代行会社も含めて、正直声には出さない人が多いと思うんですが、自分は平気で言えることなので、ちょっと皆さんを代表して申し上げさせていただきたいと思います。タイトルにも書かせていただいた通り、ネット物販を独学でやられている方で、ネット物販を独学でやっていて、分かんないことが出てきた際に、ご自身で調べたり考えたりしないで、すぐに、例えば、自分みたいなネット物販の発信者だとか、代行会社だとか、要するにネット物販関係の業者ですよね、に連絡して質問をしてしまうっていう方って、正直商売舐めてるなっていうふうに思う節があるので、その理由っていうのは話させていただきます。で、それでただ一周するだけじゃなくて、自分なりの解決策っていうのも提示させていただくので、そこら辺っていうのはただ上から叱りつけるようなね、内容ではなくって、ご共感ご理解いただければなという意味で申し上げているので、そこら辺よろしくお願いいたします。で、独学でやるっていうことはお金かからないわけですよ。一方、私の有料のコンサル生の生徒さんっていうのは、高いお金を払ってコンサルティングを決まった期間契約して受けていただいてるんですよね。で、例えばですけれども、商品リサーチしていて、この商品どうですかだとか、このロゴっていうのは商標登録されてるんでしょうかだとか、あとは例えばセラーセントラルの登録の出品登録の仕方はどうやるんですかだとか、アリババとかアーリーワンワンチャットだとかの登録の仕方とかはどうすればいいんですかだとか、そういった部分っていうのは思いっきりコンサルティングの内容と関わる話なんですね。ってことは、私の生徒さんの権益をある意味侵害してしまう内容になってしまうわけですよ。生徒さんは私にお金を出してくださっていて、それで勉強している方なんですよね。だから、その方だから質問できることっていうのを質問されたとしても、私って、そしてその質問してくださった方が、例えばお問い合わせフォームで個別のやり取りを希望されていたとしても、私としては、一応そういう旨の簡単な返信はさせていただいたりはするんですけど、場合によっては返信は控えさせていただくっていうことがあります。それは繰り返しになるんですけれども、皆さんの質問に全部自分が答えていると、私何でも無料相談室になってしまうわけですね。要するにボランティアになっちゃうわけですよ。で、自分にとってもメリットがなくって、その人にとってしかメリットがないことって、正直やり取りする意味がないことだと個人的には思っているんですね。全ての商売取引っていうのはそうなんですけど、双方にメリットがあるからこそその取引が成り立つ。例えばアマゾンでお客さんが商品を買う理由っていうのは、お金を出すことによってお客さんにとってはそのお金以上の価値のある物品っていうのを得られるから、お互いプラスになるよねっていうことなんですね。一方、何でもかんでも質問に答えちゃうと、私は自分の労力や時間、知識、そういったものっていうのを提供して、その方っていうのは要するに無料で、餌つけない釣り竿で魚取ってやろうっていう感覚に似てると思うんですけれども、何のリスクもなく、特に私にとっては切磋でもない人が自分だけ得して、ああよくわかりました、どうもって言っていなくなっちゃうと思う。で、ここに関して代行会社さんとかでも同様で、代行会社さんっていうのは講師じゃないんです。だから講師的な話をしたところでわかんないんですよ。例えばエラーコード5665の解除の仕方だとか、代行会社の人分かってないと思います。最新の物販の情報とすれば、講師としては知ってなきゃいけないノウハウなんだけれども、代行会社の人っていうのは買い付けの依頼を受けた商品を安全にかつ的確に指定の場所、特に日本のアマゾンだったりだとか、アメリカのアマゾンだったりだとか、日本の皆さんのご自宅に送る仕事なんですよね。ある種買い付け代行と輸送代行の会社であって、そのノウハウ的なこと言われても困っちゃうわけなんですよ。
ただ代行会社も会社としてね、もしかしたら1000分の1ぐらいの確率でその方がゆくゆくはあの頃を良くしてくださったから顧客になってくれるだろうかもしれないっていう思いで一生懸命返信してくださると思うんですよ。特に私の知っている代行会社さんっていい方ばっかりですからね。でもそこの、なんて言うでしょう、気遣いと言いますか、本当の微々たる可能性っていうことを勘案して、丁寧に返信してくださることに対して甘えてしまってですね、なんかわかんないことがあったらまた聞きゃいいやっていう発想の方って稀にいらっしゃるんですけど、それは代行会社の方にとって私からしてみればめちゃめちゃ迷惑ですね。だって、代行会社なので、例えば代行会社の料金のことだとか、輸送の日数だとか、現状の船便がいくらぐらいなのかだとか、航空便っていうのがどのぐらいなのかとか、日数どんぐらいなのか、それは代行会社さんの業務内の話なので、それに関してはいくらでも質問していいと思うし、見積もりだって相見積もり取ったっていいと思うんですよ。ただ、そういったノウハウ部分だとか、本当普通の質問、なんて言うんでしょう、特に独立でやられてる、独力でやられてる、独立してやられてるセラーさんっていうのは、そこら辺を自分の力でやるからこそ、例えばコンサルティングフィーだとか、そういったものっていうのを省略して進むことができるわけなんで、一長一短なんですよ。お金を払ってちゃんと教えてもらうのか、それとも自分で全部無料で考えたり調べたりして、どうにかこうにかネット上の情報っていうのをかき集めて進んでいくか、その二択だと思うんですよ。お金は払わないで、何でもかんでも教えてもらおうっていうのは、それはね、姑息、卑屈、ずるいんですよ。で、これに対して、おそらくネット物販の発信者の方の中でも、もしかしたらこの方が将来的に生徒になってくださるかもしれないっていう発想でやられてる方もいらっしゃると思うんですが、はっきり言わせていただきます。生徒になったとしても、何でもかんでも無料で、相手の利点っていうのを考えずに質問しちゃう。っていうパターンの人っていうのは、そもそも三方よしのビジネスの根幹がぐらついてます。だからそういう人を生徒に持つっていうことすらやめといた方がいいと思うんですよね。だから個人的には何でもかんでもメールでも問い合わせでも質問のやり取りでも何でもそうなんですけれども、双方向性の利益っていうのが存在していないことに関しては、正直答えなくてもいいんじゃないかなって個人的には思っちゃってる節が強いですね。だってそれはビジネスの基本的なことだから、取引っていうのはお互いがお互いにとってメリットがあるっていうことで、ようやくね、メール一つ取ってもコンサルティング契約一つ取ってもその後のつながりに関しても何か、なんて言うんでしょうね、進展があるっていうことだと個人的には思っているんですよね。なのでそこら辺ご理解いただければなっていうふうに思っております。でですね、あとその代わりに何が自分ができるかっていうことなんですけれども、自分ができることっていうのは、じゃあそういったお問い合わせが万が一、まあ質問箱っていうのをこの動画の下に設置してるんで、そこからご質問いただく分にはいいんですけど、問い合わせ直にメッセージが来た場合はどうするか。私ができることっていうのは、そのコンサルティングの内容に干渉しない程度で、答えではなくって、答えにつながるヒントっていうのをお伝えする。じゃあこういうふうにネット検索したら答え出てると思いますよ、みたいなことをお伝えするっていうことが一つ。あとは、とはいえ疑問を持たれてる方がいらっしゃるってことは無下にしたくないというか、孔子病ですけど、無下にしたくないので、その代わりにお問い合わせにいただいたことであろうが、質問箱に入れていただいたことであろうが、コンサルティングの内容と干渉するなと判断されるような類のご質問に関しては、不定期に質問回答動画の方で答えさせていただく。ただし、その質問回答動画っていうのは100人中100人の質問にお答えできるわけではない場合もありますので、その点はご了承いただければなと思います。これが自分自身ができることなのかなということです。というわけで今回は、きついことを書いたんですけれども、独学でやる、独力でやるっていうふうに決めたってことは、それだけの一長と一短が存在しているわけなので、両方ともいい方だけ、コンサルティングをやってる人のいいところも取って、しかもお金を払わずに独力でやってやろうっていうことであれば、それは
にと思うものはになってしまうといいますか、まあそうは問屋がいくらなんでも下ろさないので、まずは調べる力、ネット検索力を培って独力で進むのか、それともコンサルティングっていうのを真摯に検討するのか、二択を考えていただくのがいいんじゃないかなとは思いますが、まあ、とにかく自分のところではですね、質問箱を用意してますので、そこで質問していただく分にはお答えさせていただきます。なのでそこら辺ご了承いただければ、また結構ね、代行会社の人、特に代行会社の人だとか、そういった質問を毎回毎回対応していると、正直ね、時間の無駄です。その人たちの大切な時間というのを奪っちゃうことになってしまいますから、そこら辺質問する際にはこの代行会社との取引を前提としている、前向きに検討している場合以外っていうのは、特にその最近のアマゾンの状況どうですかだとか、なんかそういうことを聞いても代行会社って分かんないです、正直。なので輸送に関してだとか、代行会社のシステムについてはいいんだけれども、そうじゃないことに関しては、あんまり何でもかんでもネット物販業関連業者だからといって質問するのは避けといた方がいいんじゃないかなと思います。周りのね、周りの私の周りの人たち、いじめないでください。よろしくお願いします。失礼いたします。